西県ものの府は日本の競争は、2017年 JBC スプリントの勝ち馬である。北海道競馬の原孝明9社に入球し、2013年7月に門別競馬場でデビューを果たすが2着。2戦目で2着馬に2秒1の大差をつけて圧勝した。その後、函館競馬場に遠征し9月1日の鈴蘭賞で芝のレースを経験すると秋に入り、 イノセントカップを制して、重賞初勝利を挙げる。この後、立党トレーニングセンターの両家マッサ増級者に移籍。移籍初戦の2歳500万下を解消すると、11月の兵庫ジュニアグランプリにも勝利する。しかし、暮れの全日本2歳優秀は3番人気に押されるも発着に、敗れる。3歳シーズンは8戦して、未勝利に終わる。4歳となった2015年2月に、 両家正蔵が定年のため、章の安支給者に、天馬屋。天馬屋初戦となった3月のポラリスステークスに、出走し1年3ヶ月ぶりの勝利を挙げる。その後は、重賞やオープン特別で常に、上位争いするようになり、5歳ぐれの兵庫、ゴールドトロフィーで、ダートグレード競争2勝目を飾った。6歳になり、2017年2月19日の、 フェブラリーステークスで GI 初出走と果たす。14番人気と評価は低かったが5着と検討する。続く、黒船賞は一番人気で出走。かかに逃げるも失速し5着に終わる。休養を挟んで6月の北海道スプリントカップは、先手を奪い前半サンハロンを33秒8という、ハイペースで逃げると直線でもそのまま押し切り、ダートグレード競争3勝目を挙げる。 秋に入り、10月4日の東京ズキは、後い追走から伸びてくるも北山三日月の3着。そして迎えた11月3日の JBC スプリントは、道中2.3番手で追走すると直線で、馬場のうち、目を割って先頭に立つと外から鋭く伸びてきた、コパノルッキーを振り切り悲願の J プニー、競争初制覇を飾った。七歳となった二千十八年シーズンは制裁を書き、 11月4日の JBC スプリント発着を最後に現役を引退した。引退後は優秀スタリオンステーションで種ボバとなる予定。優秀スタリオンステーションで種ボバ入り。ありがとうございます。